はい、どうもゆうたです。今回はちょっとキャリパーの変色しちゃったんでちょっと見せたいと思います。先日ちょっと奥多摩に走りに行った時に結構昼間走ったんで暑かったんで多分ブレーキに熱持っちゃってちょっとこれ単体で見ると色が変わってるの分かりづらいと思うんですけどちょっと蛍光色が薄くなってちょっとレモンイエローっぽかったのがちょっとバナナイエローみたいな感じですかね。ちょっと蛍光がなくなっちゃったような感じでですね。後ろがこっちがこんな蛍光のイエロー、ちょっと分かりやすいように比較画像をちょっと載せときますんで多分これからサーキットとか考えの方は色が変わるのはちょっと仕方ないかなって感じですね。もう色が変わっちゃうのは多分サーキットユーザーの方は覚悟しておいてもらった方がいいと思います。